ジャック・クロフォード、ジャック・クロフォード、ジャック・クローフォード、1908年3月22日から1991年9月10日は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州出身の男子テニス選手。フルネームは、ジョン・ヘルベルト・クローフォード、ジョン・ハーバート・クロフォードというが、ジャック・クロフォードという呼び名で、最もよく知られている。1930年代前半に、オーストラリアテニス界の 大一人者として活躍した選手で、1933年に世界ランキング1位になった。紳士的な言動から、ジェントルマンジャック、ジェントルマンジャック、紳士のジャックと呼ばれた。1933年に、史上初のグランドスラム3冠を達成。グランドスラム優勝6回、グランドスラム7大会連続決勝進出記録を、持ち2007年に、 ロジャー・フェデラーに破られるまで74年間最長記録だ。ジャック・クルフォードは1928年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手に選ばれた。1931年から1933年まで地元の全豪選手権で男子シングルス3連覇を達成。クロフォードのテニス経歴のハイライトは1933年に訪れ、 この年にすべての4大大会で男子シングルス決勝に進出した。とりわけ全仏選手権では大会史上初めてフランス人選手以外の男子シングルス優勝者に輝いた。その勝ち上がりの過程で第2シードのクロフォードは3回戦で日本の三木隆起を破り、準決勝で佐藤二郎を6から0、6から2、6から2で圧倒すると決勝ではフランス、 4重視の一人だったアンリ・コシェを8から6、6から1、6から3で破って初優勝を飾った。全仏選手権は1925年に国際大会となり、フランス人以外の選手にも出場資格が与えられるようになった。続くウィンブルドンでも、クロフォードは準決勝で佐藤に連勝し、スコア、マイナス3、6から4、2から6、6から4、決勝では、 アメリカのエルスワース・バインズを4から6、11から9、6から2、2から6、6から4で破って優勝している。しかし、全米選手権決勝では、イギリスのフレッド・ペリーに3から6、13から11、6から4、0から6、1から6の逆転で破れ、年間グランドスラムは実現できなかった。テニス界における最初の年間グランドスラムは、 クロフォードが異業を逃した5年後、1938年にアメリカのドンバッジによって成し遂げられた。1933年度の男子テニス世界ランキングでは、ジャック・クロフォードが1位にランクされ、2位にフレッド・ペリー、3位に佐藤二郎が名前を連ねた。しかし、クロフォードは、翌1934年に4大大会のシングルスタイトルを明け渡してしまい、 全豪選手権とウィンブルドン決勝ではフレッド・ペリーに敗れ、全仏選手権決勝ではドイツのゴットフリートフォンクラブに敗れてしまった。1935年の全豪選手権決勝でペリーを2から6、6から4、6から4、6から4で破り、2年ぶり4度目の優勝を達成する。クロォー,ードは1934年の全米選手権に参加しなかったため、 1935年の全豪選手権は本人にとって4大大会で8大会連続の決勝進出記録となった。これが彼の最後の4大大会シングルス優勝となり通算6勝で終わった。最近の選手ではステファン・エドベリとボリス・ベッカーが4大大会通算6勝を挙げ、クロフォードは彼らと並んでいる。クロフォードは 同じオーストラリアの女子テニス選手、マージョリー・コックスと結婚し、夫婦ペアとして、全豪選手権の混合ダブルス部門でも活躍した。1929年から1933年にかけて、クロフォード夫妻は5年連続で混合ダブルス決勝に進出したが、1929年と1930年は、準優勝で、1931年から1933年に、 かけて3連覇を達成している。1932年の混合ダブルス決勝では、クロフォード夫妻は、佐藤二郎とメリル・オハラウッド、オーストラリアのペアに6から8、8から6、6から3で逆転勝ちした。佐藤にとっては、クロフォードがテニス人生で最大の壁であった。1933年の全仏選手権と、 ウィンブルドンの間、6月17日から19日にかけて、フランス・パリ、全仏選手権の会場で開かれた、デスカップのヨーロッパゾーン準決勝で、佐藤がクロフォードに勝ったことがあるが、佐藤は心身とも想像を絶するプレッシャーに悩み続けたのである。クロフォードは、長年の間、気管自然息と不安神経症の持病を抱えていたと言われる。神経症の方は、 夢の中でもテニスをしているようだと本人がコメントしている。1979年に国際テニス伝道入りを果たし、1991年9月10日にシドニー市で83歳の生涯を閉じた。クローホードは1933年全豪選手権から1934年ウィンブルドン選手権まで4大大会男子シングルス。 7大会連続決勝進出の記録を持っていたが、ロジャー・フェデラー、スイスが2005年ウィンブルドンから2007年、全米オープンまで10大会連続決勝に進み、クロフォードの記録を73年ぶりに更新した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。